富士高砂酒造株式会社は、静岡県富士宮市の清酒製造業者である。富士山の伏流水が敷地より湧き出し、この長南水である伏流水を使った酒造りをしている。2015年3月26日に、富士宮市では、初となる景観重要建造物として指定された。大見商人である山中小吉が、天保元年に、 大宮町で起こしたことから始まる蔵元である。なお、山中正吉商店といい、屋号は中屋とした。山中正吉はそれ以前にも、文政年間に天馬村にて、酒造業を始めるが失敗し、店舗を閉鎖している。東海道を行商中に、吉原塾にて助けた病人が、能登当時であり、意気投合し、天馬に創業したという言い伝えがある。 それ以来、能登当時との関係は続き、山中正吉商店は、能登当時によって受け継がれていた。媒体等で、能登当時四天皇と呼ばれる四社のうち、野口直彦と中佐武郎氏が過去在籍していた。現在はそれを受け継いだ地元の当時が活躍している。高砂五種像の建築でも、薬師像と二号像は古く、 百数十年以上前の建築が残されている。二代目小吉は、明治26年に、道長赤字ケツ畑にケツ畑タ主店を創業し、サイダーラムネの飲料部を設けたという。二代目の時代に、廃物希釈から逃れた、富士山の下山物を祀るようになったといい、その菩薩立像は、現在も高砂御酒造の薬師像にて保管されている。薬師像は、 元は一号像と呼ばれていたが、菩薩立像が祀られていたことから、薬師像と呼ぶようになった。この菩薩立像は、薬師堂にあったと伝わるもので、名文から教法4年に、江戸神田の芋の師により制作され奉納されたもので、あることがわかっている。高砂主像には、菩薩像5体の他に、 薬師如来三区が祀られている。六代目、七代目、小吉の平成九年に、富士高佐護酒造となった。また道県掛川市横須賀の山中酒造は、昭和四年に山中小吉商店から分家し独立した、倉本である。ありがとうございます。